はい、皆さんこんにちは、リビングリッシュ始めていきましょう、リビングリッシュとは、住むという英語のイングリッシュを合わせた造語で、世界で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュアースの代表私渡辺秀和と今日はですねポーランドからロバート、はい、ロバート、はいよ、そのユキャン、セイサムシー、こんにちは、こんにちは、こんにちは、出ました。I'm Robert。 はい、あのロバートとやっていきたいと思います。で早速ですね、今回船越さん、はい、あのゴールデンウィーク明けてちょっと頭ボケてはると言ってましたけども自己紹介英語でお願いします。はい、はい、Hello, I'm Takeo Nakoshi、So let's introduce our guest today、He is very active. Let's listen after why he is activeHis name is teacher Sano。 はい、Sano先生ですね。はい、はい、あれ結構短いじゃないですか。いつももっと準備してくれてるのに今日は忙しかった。ゴールデンウィーク忙しかったです。ごめんなさい。じゃあ、今日は Sano さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ちょっと英語で軽く自己紹介してもらったら。はい、はい、My name is Yujiro Sano。37かな、はい、はい、です。37歳、37歳です。はい、2人、2 children がいます。はい、2 children がいます。はい、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 いいですか。はい、ありがとうございます。で、さっきはちょっとお話してたんですけど、はい、なんと田野先生、はい、国際結婚をしてると。あ、そうですね、はい、いうことで、はい、お聞きしまして、はい、ちょっとロバートから2、3ちょっと英語で質問しますので、はい、英語もしくは日本語、はい、もしくはその他の言語で答えていただければと思います。はい、ロバート、ユキャラでしょ。 OK、yeah. So Mr. Sano, I have a few questions、はい、I've heard that you have a wife、はい、and she's Chinese、はい、So how did you meet?、はい、how did you find her?、はい、はい、話でね、中国人の奥さんだというさっき話してたんで、はい、今彼はどこで会ったのか、どこでゲットしたんやっていうような感じで聞いてますけど、はいはい、出会いですね、出会い。オフィス。オフィス。オフィス。So you were working together? Working together.、Right. Okay.And where was that? Was that in Japan? In Japan, はい。どこで、はい、日本の会社で、日本の会社、でやったんですね。はい。In Japanese company. Okay. In Hiraka? No, at, 大阪。Okay. 大阪です。Okay. I also was wondering, where is she from in China? Like, what province?どこの出身ですか、中国の。大連。大連、どの大連？No. ノースパート、だ、北京。北京。Japanese、仙台、伊東って言うから。Okay. So it's like 伊東って感じ、伊東って感じですけど。大連、上海の北で、日本と緯度が一緒ぐらいのとこに、ちょっと寒いですよね、大連はね。そういったら、very cold place。Even during the summer? 夏も寒いですか？夏は同じぐらい、Japanese は。Same as the Japanese 仙台エリア。どの仙台？仙台の？実は same、なんていうの？なんていうの？緯度。緯度って出てこない。The same line。Same line、yeah, yeah。はい、so is it like a big city? A big city. まだ大阪。大阪シティ。あ、okay。なんか大阪よりものすごく大きいですね、大連ね。すごい素晴らしい。So when did she come to Japan? 彼女はいつ来たんですか？20 years. 20 years ago. 20年前。20年前。今おさるんですか？今40。44? あ、
そしたら24の時に来て、そうですね、すごいですね、もうほぼほぼ日本人なんですね。Yeah, 20 years I was his wife coming to Japan. Okay. Yeah. And like, what do you like in her? What characteristics do you like in her? Why did you fall in love with her? なぜ恋をしたのか、どこに惹かれたのかって聞いてますけど。She's a character. どこの性格とか見た目とかこんな仕草とか。仕草。さっき言ってましたよね。なんか。まあまあ価値観、価値観なんていうのね。価値観ってなんていうの。英語でアイデンティティ。アイデンティティ。アイデンティティっていうのもなんか。ポリシーっていうかな。ポリシーでもないような気がしますね。いや、そう、ではまた same、バリアブルじゃないの、なんていうんだろうね。same mindset? same mind, then same hobbies, same life, you know. Okay, so what's the most important thing that you like in her? 何が大事？何が大事なのかな。彼女がその人生にとって大事なことっていう。So what does mean that important? Important for What is the best part in her? 一番いい、彼女の一番大好きなとこみたいな感じですか。何やろうな。まあ結構仕事に熱心っていう。仕事に対する。So she's work hard. Okay.、Mm-hmm.So it's Japanese style. Yeah, 日本スタイルで言ってます。はい。国際結婚ということで、面白いエピソードもいろいろあるんですけど、ちょっとここでロバートに女役してもらって、ちょっと愛の告白みたいなしてもらっていいですか。はい。じゃあ前で愛の告白をロバートとちょっとここの前でね。やってもらいましょう。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ早速2人にちょっとやってもらいましょうか。はい、お願いします。今のシチュエーションはビーチです。ここビーチ、海の前で、夕日が沈むちょうど、タイミングで超ムーディー。So you are the sun. So you are the beach. Okay. So front of the sunset. So very moody. はい、じゃあそのさ、最初に何て言いましょうか。何て言うの、 I love you とかで何でもいいんですか。何でもいいです。ちなみに何て言ったんですか。プロポーズの言葉。普通に結婚、結婚してくださいからしましょうか。はい。どうでしょう。はい。Will you marry me? Marry me やってるんですよ。Marry me でいいですか。Will you をつけた方が。Do you marry me? Will you? What did you say? Will you marry me? Will you marry me? I don't know. Because my parents may not allow that. なんか親に聞いてみたい。What will be our future? 将来何するの？どうなるの？って聞いてますけど。Working? 仕事するよ。仕事頑張るね。So he will try to invest for make more money. Money. And what about traveling and vacation? Okay. Vacation. 休みの日は旅行に連れてくれるの？Okay. Vacation. どこ行きますか？どこ行きます？ハワイ行きましょう。ハワイ。ハワイ。Okay. I love Hawaii. ハワイ行きましょう。どんな感じだったんですか、どんなことしたときは。私は海岸線で。海岸線で、はい、長崎。長崎ですか、はい、なんで長崎したの。長崎に旅行で。長崎行く、はい。じゃあ、そもそもどんな感じで。まあ、いろいろやって、はい、告白しました。いろいろやったの。なんで告白したの。もう覚えてないですね。覚えてないです。忘れましたね。なんか、こう、パン触ってくれてきた。そんな。
どうしましょうか。だからじゃあ決めてるちょっと、はい、彼あのポーランド人なんでポーランド語で。はい。はい。コハムチェ。コハムチェ。コハムチェ。じゃあダンサー。That is enough。はい。とってもいいって言ってます。はい、おめでとうございます。イエーイ。はい、面白いですね。コハムちなみにねコハムチェっていうかポーランド語で愛してるっていう意味だそうです。はい。ありがとうございます。はい。はい、どうだったですか皆さん。これちょっと面白かったですね。How was your feeling about the propose? His propose? It was okay. Okay. Especially when he spoke in Polish. ああ、なんか最後の決めゼルフのポーランド語が良かったみたいな。心動いたっていう。コハムチェ。一生覚えますよね。コハムチェ、一生覚えました。はい、ということでですね、佐野さん、ぜひ次はメインの仕事、プロモーションしていただければと思います。はい、ぜひカメラに向かって、はい、はい、お願いします。はい、KEC の中にはですね、ビジネススクールというのがありまして、でその中にですね、中小企業診断士講座というのがあります。でこれは何かと言いますと、日本で唯一 の経営コンサルタントの国家資格になります。国からしっかりと、ね、認められている国家資格になります。で私はですね、その講師とあと責任者もしております。で何かね、そのビジネス、お仕事されている中で何かこう、新たに、ね、スキルアップを目指したいとか、今後の転職であったりとか、独立とか、そういうですね、何か自分をもっとね上に目指していきたいという人があればですね、ぜひこの中小企業診断士をですね、一つ、選択肢の一つとして、考えていただければなというふうに思っております。で、KEC はね、一応大阪と梅田ですかね、あと東京と新宿と2拠点でやっておりまして、もう少人数がですね、売りで、あと双方向というふうな形で、ビシバシ授業中もですね、講師の方からどんどん質問が飛んでくるという、本当に気が抜けない授業をしておりますので、ぜひ本当に合格するまでね、ぜひ我々講師が徹底的にね、サポートしていきますので、何かあれば、ぜひね、こちらのですね、うちのホームページ等からですね、ぜひお問い合わせいただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。詳しくは、はい、ホームページ、KEC で検索ですね。はい、KEC で検索、はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうでした今日は、こういう感じでやってみましたか。はい、なかなか佐野さんとは向かないなかなかクールでスマートな感じのイメージで、はい、非常にいいですね。ちょっとね、話題提供できたのがあんまりなくて申し訳ないんですけど、コハムチェが唯一ね、収穫だったポーランド語で愛してるね、ぜひ奥さんにも使っていきたいと思いますので、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。